ははい、えー、皆さんこんばんこば、えー、今夜も 1124F4LUSM という、えー、この最近出たですね、えーまあ、ちょっと高いレンズですけども、えー、これの、えーまあ、天文適性星空に使ったらどうなるのかというところをお届けしたいと思います。はいえー、今日は月が出てない関係で、えー、星を前よりもいっぱい写すことができました。 はい、えー、ちょっと自宅ベランダからの撮影になるんですけども、えー、ご覧いただきたいと思います。えー、今夜のテーマはですね F4F5F5.6 と、えーまあ、天体写真で使うであろうこの絞り、えー、どれが一番最適なのかなというところを、えー、露出時間は変えずに ISO を変えて80012501600と変えて、えーまあ、やっております。はい、えー、まず、F 開放ですね。開放で取った時にどうかっていうところがこれですね、はい。周辺原稿がちょっとこう目立つような感じですね。はい。これが絞っていくとどうなるのかっていうところですけど5.6だとこれがこうなる。これがこうなる。うん。改善してますね。で5.6だと5から5.6にするとさらに改善する。うん。で F4 から5 6一段絞ると ここれがこうなるとということですね、はい、なので、えー、効果だけで言うんだったらこの F4 から F5 に変えただけでこんだけ改善するんだよっていうのが、えー、お分かりかと思います、はいえー。なので周辺原稿を最低限に避けるんであればこの F5 にするというのがいいのかなっていう感じですかね。はい で、えー、次にですね、まあ、星空の描写ですね。今見てるのは F, F の開放ですね。で、大体私の MacBookPro の15インチだと、えー、A4 サイズぐらいですね。えー、で表示してます、えー。これだとちょっと暗くて見えないんで、えー、ちょっと明るくしてみましょう。えー、この明るくした状態で A4 プリントよりもちょっとこう拡大していってみるとですね、えー、ほぼ墨、まあの方はちょっと暗くて星が映ってないんですけども、 えーまあ、点として収束している、プリントでもおそらく、えー、流れているというのが、まあ、この露出時間ではわからない、えー、状態ですね。はい、非常に、まあ、星に向いている、えー、のかなというふうに思います。えー、低空でも同様ですね、はいでえー。これは大犬座ですかね。えー、シリウス、ベテルギウス、リゲル、三つ星、M42 ですね、はいえー。そんな感じですね。 はい、で、えー、まあこれでまあほぼ F4 でもまあ使っていけるだろうというのが分かるんですけども、まあ、ちょっとね、えー、厳密な見方かなりこうシビアな見方をするとどうかっていうところですね。はい、プリントでは多分分からない世界かもしれないんですけども、えー、そこをちょっとこうあえて拡大して見ていくとですね、えー、前回もちょっと気になっていたんですけども F 解放でこう取った時にですねこの三つ星の星の色が。 青だけちょっとずれてますね。左してずれてるような、右にずれてるようなのがお分かりでしょうか。はい。で、リゲルも同様にずれてる。で、星によってね、違うんですよね、ずれなかったりするんですよ。あのー、星の色なのか、何なのか、ちょっと分かんないんですけども、シリウスですね。シリウスは、まあ、ほぼそういう色のずれというのは、えー、見られない。で、三つ星というのは、前回撮った時も同じように、青くずれてました。はい。 で、その一方で、こちら。こちら何の星かちょっとわかんないですけど、この明るい星。これは、まあ、超広角レンズでは見られがちなこの色ずれですね。倍率色収差というか、この明るい星だけこうやってずれたような感じで写ってます。はい、これは F を変動させてもですね、こうやって周辺になってくると、今これ F 解放です。これが5とか、 5.6だとかこうやって絞りをね絞っていってもこれは改善されないです、ね、隅っこの方で赤くずれる現象っていうのは症状っていうのは改善されないということが前回もそれは感じてました、はい、で、えー、この色ずれですけども開放の時に見られるこの三つ星の青い色ずれこれはなんとかならないもんかなと思って絞ってみたんですよ、ね、そうするとですね F 今開放でこうやって青がずれてたのが ね、これがこうなるそして5.6だとこうなるねえー、5.6と F4 の、えー、違い見ますと開放5.6開放5.6、うん、だいぶ違いますよね、えー、ちょっとノイズのザラつき感が5.6の方はザラザラなんで、えー、また、えー、見た目の印象が違うんですけども、えー、このリゲルを見てもですねリゲルを見ても開放 5.6、えー。ブルーがずれ、えー、がある、なしっていうところで、えー、まあ改善効果が、えー、あるんじゃないかなと思います。解、えー、放の時の B チャンネルをちょっと見てみましょう。解放の時はこんな感じです。あ、ごめんなさい。今5.6ですね。解放の時はこうです。ほら。ね。ブルーがちょっとこう横に伸びたような感じになってますね。はい。横に伸びたような感じになってますね。これが絞ると、ね、F5 に絞ると、 こここうなるこれがこうななるるれがで5.6だとこうなる。うん、という感じで、えー、まあブルーがですねあのサムヤンの1.4のレンズを使ってた時に、えー、もう感じてましてあれもねかなり、まあ、あれはかなり顕著だったんですけど、えーまあ、広角レンズとかになってくるとですね周辺に行けば行くほど。 もうブルーだけが全然違う位置にあったりすするんですよね。星が何個分もずれたりとかっていうのがあったんですけどもで、えー、このレンズはさすがにそういった大きなずれっていうのはなく星がちゃんと微光性は微光性でこでちゃんとあるんですよね。はい、こう伸びてるということがないんですけどもただやっぱり比較すると F を絞っていくとその辺が B チャンネルなら B チャンネルがこうくっきり微光性がより、えー、まあ立ってくる。うん ような感じがします、はい、シリウスを見てもですねシリウスを見てもうん解放とねこれとこれ、うん、シリウスあんまり分かりにくいかなだけど B チャンネルだけで見るとこれがこうなる、うん、まあ分かりにくいような星もありますけどこの3つ星っていうのはなぜか知らないけど えー、それが結構顕著に現れてるかな。顕著というほどでもないんだけどね、本当はね、えー、出てます。うん、そうですね。そこが、何、えー、て言うんですかね、えー、まあ、えー、絞りをね、どこまでそれを追求するのか、要求するのか、うん、これは今、解放の B チャンネルですね。えー、B チャンネルだけ見ると、やっぱりこうぼやーっとなってると。で、絞ると、それがぐっとこう収束する。 グッと収束する5.6まで絞ったらもう B チャンネルも細かく微合成がこう出てくるということですね。これがまあ星の色の印象にまあこう影響を与えるんであれば、えー、まあそこをね、えー、まあより改善させたいっていうんであれば、まあ、天の川みたいな明るい対象はですね数十秒とかでも映ったりしますんで、えー、まあえて5.6とかに絞って撮ってもいいしえー、普段使いでしたらまあ 解放というのはあえて避けてちょっと絞ってね周辺原稿というのを了化させながらこれをこうさせながら星の色というのもちゃんと出していくためにこの B のズレというものを改善するという意味でこの F5 っていうのをねまあ,あのこだわるんであれば、まあ、使ってもいいのかなと。5.6にするとさらによくはなるんでしょうけどやっぱりまあ露出時間との兼ね合いというのがあります。 はい、なので、えー、もう本当にね、えー、一晩じっくりとこう作品を仕上げたいんであれば、まあ、5.6でも構いませんし、えー、そこはね、えー、露出時間との相談かと、えー、思います。<coughs> 今日は、えー、星が、えー、まあ,あの新月じゃないあの月が出てなかったということもあって、えー、しっかりこう星がポツポツ映ってくれたんで、えー、フルサイズの四隅で。 えこういうね、えー、F5.6 で今周辺原稿のない状態で微光性というのが、えー、微光性じゃないんでしょうけどね明るい星なんでしょうけど、えー、どんなふうに映るのかっていうのが、えー、ここでお見せできたかと思います。はいえー、かなりですねこういう明るい星での色ずれっていうのはまあ微妙にあるんですけども、えー、まあその他の星についてはですね、えー、かなり、えー、しっかり結像している芯がある。うん 周辺に行ってぼやーっと肥大したりとか丸いながらも肥大するとかっていうことがなしにですねちゃんとこう細かいものがこうあのしっかり出ている、うん、えというのがお分かりかと思います。はい、もうすごいですね本当にね1 1ミリとは思えないような、えー、この、うん、シャープさ、はいえー、を感じました。 えーまあ、5秒なんでね、えー、しっかりこれに、まああのー、ガイドとかえと、ー、いうか、まあ、長時間録音した時に、えー、どうなのかっていうのは、えー、ちょっとまだ、えー、わからないですし多分、まああのー、録音時間伸ばすとですね F 解放とかだとこの、えー、短時間では見えてこないような。 ね、点で写ってるのにそれが見えてこないような流れっていうのが気になってくるかもしれないんですけども、えー、少なくとも TSE の, TS の 24mm の最終編よりはあの全然へたりがない、えー、隅々までまあしっかりこうあの改造しているというね、えー、そういう印象を受けますとてもこの F 解放というふうには思えないですねまあそもそもがね F4 だからまあ暗いからね、えー、あれなんですけども、あのー、非常にこう使える広角レンズじゃないかなというふうに思いますはい。 まあ、そうですねちょっとこだわるんだったら F5 ぐらいで常用するのがいいんじゃないかなっていうふうに無難にねっていうのもやっぱり周辺原稿の影響っていうのがやっぱりこうありますから、うんまあ、フラットをね麗にこに決めたいっていうんだったらやっぱり、えー、まあ、うん、ちょっとだけこう絞るとまあどのレンズでもそうですけどもね、はいえー、というふうに思います。 もちろん F4 でも全然こうあの鑑賞写真としてえ作品化というのが可能かと思います。はい、えー、そんなところですね F 値の違いによってどの F 値が一番いいのかなということと、えー、唯一ちょっと気になってた F 解放の時に若干 B チャンネルというのがこうずれるとかっていうのがこうちょっと絞ることによって改善するで改善しない部分というのはこういう隅の方の明るい星ですね。 えこういったものはえ絞ろうが開けようがえこれは傾向は一緒ということですね。はいえー、そんなところです。はいえー、今のところあのこの性能に非常にこう満足しています。えー、ただですね11ミリというまあ焦点の性格上この星座っていうのがかなりね小さく星が小さく写ってしまうというのがあります。 で私はまあ天の川とかどっちかというとこうなんですかね星雲みたいなガスみたいなね、まあ、銀河なんですけどね、えー、そういったものをこうメインで取っていこうと思ってるんでそこまであの星を大きくしよう星座を目立たせようっていうそういうまあスタンスではないんですけども、えー、先日えソフトフィルターというものをまあ後ろからこう差し込むタイプのですねソフトフィルターを1枚購入しました。 えそれで試写してみたんですけども、まあ、やっぱりあれですね、郊外地ではあの微光性とかそういう細かい星の写りが悪くなってしまうんで、今のところ、まあえー、星があの目立つようになったなっていう,こう印象だけで、えー、実際にはね、現場でまた、えー、こうブレンドしながら、このノーフィルターとフィルターアーリーとブレンドしながら、えー、一番いいところを見つけていこうかなというふうに思っております。はい えー、ということで、えー、どうしましょうね,、えー、っとね。私のブログ、私のブログにもこれを貼りまして、で、えー、この F5.6 で撮った時の、えー、像を、まあ、F 開放でもいいんですけども、あのー、1枚ちょっとこう、えー、貼っておきたいと思います。当、えー、倍で見てどうなのかっていうのを、えー、またご覧いただけたらと思います。はい、ということで、 えー、まああのーまあ、なかなかね、こう満足いく条件で撮影できてない、こういうね、公害地というか自宅とかでの撮影なんですけども、えー、少しでも参考になればということで、えー、はい、お届けしました。はい、ありがとうございます。えー、以上です。